はい、どうも。今回はちょっと短いテスト動画となります。まあ、念願のですね、中華製発泡ミシンにサーボモーターを取り付けてみました。まあ、以前はクラッチモーターでちょっと大変な思いをしたので、今回はスピード調節が楽にできるサーボモーターを付けてみました。まあ、どうやって付けたかは、とりあえずまた詳しく次の動画あたりでお知らせしようと思います。あとは、どんな仕様かというと、サブテンション。まあ、これも前ついてたん、撮ったかもしれないけど、まあ、サブテンションに、ちょっとハリボーが、壊れてしまったんで、新しく入荷して取り付けました。まあ、それとあと変わったところというのが、吊り下げ定規ですね。こういう感じで、発泡ミシンに吊り下げ定規っていうのがちょっと、なかなか難しかったんですが、なんとか、つけることができました。まあこれもざっと説明すると、ポストミシン用ですね。ポストミシン用の吊り下げ定規を加工してつけてます。このようにして、どんな位置にしても、はい、こういう位置にしても、まあこういう位置にしても、どんな位置にしても、定規が、機能してくれます。幅を変えるのは、この辺で変えますね。じゃあちょっと、本当に軽くですが、縫ってみようと思います。はい、それではスイッチを入れてみます。入りましたね。じゃあまず最初は手回しからちょっとやってみますね。普通に手回しで縫ってみます。まあこんな感じで順調に縫えますね。はい。まあ、こんな感じですね。はい。今、ちょっと、ちょうど、下糸が終わってしまったんで、余った下糸をちょっとつけてみました。こんな感じですね。強い。強い。はい。まあ、ちょっと下糸強いな。こんな感じですね。はい、じゃあそしたら早速モーターで縫ってみましょう。まっすぐ行きますね。まあ一応定規は今回つけずに、次ちょっとつけてみますね。いいですね。やっぱりこう両手で押さえられながら行くんで、相当いいですね。楽ですね。念願のサーボモーターですね。弱いか。ちょっと弱かった。こんな感じで、ゆっくりもできるし、まあ、早くも、ちょっと振動がやっぱり、結構、ありますが、まあ、ゆっくりする分には、問題なく縫えますね。やっぱどうしても早く回してしまうと、もう本体自体が上下に動いてしまうんで、このぐらいがいいですね。はい、それじゃあ今度は定規をつけて、はい、ここでも当たってるんで曲がることなく、まっすぐ縫えると思います。こんな感じでまっすぐ定規に当てて普通に縫うことができますね。ずーっとまっすぐ縫える。縫えますね。はい。そしたら、見てみましょう。はい。こう見ると、まっすぐですね。ちょっとこの辺弱いっすね。弱いですね。もうちょい締めて縫ってみましょう。じゃあ今度広げて、この位置から、行ってみましょう。ちょうど定規が当たっておりますね。はい。糸調子もなかなかいい感じじゃないでしょうか。そしたらどうしようかな。定規なしで一番広く。
すごいですね。この、1センチ以上。多分あるんじゃないかな。あれなんか短いな。あ、そっかそっか。このギザギザをあまりつけたくなかったんで、ちょっとギザギザ取る格好したんで、やっぱりギザギザがないとこうピッチが不安定になっちゃいますね。やっぱギザギザはあった方がいいですね。ギザギザがないとどうしても不安定なピッチになっちゃいます。うわ、すごい。このピッチ。1センチ以上。あー、やっぱり滑るんだな。ギザギザないとちょっと滑りますね。本来だったら、どんぐらいだろう。このぐらいいくんかな。1センチ以上。このぐらい。引っ張りながらもうサポートしてあげてるんですけど。まあ1センチ以上はいきますね。このぐらい。これちょっと見づらいな。こんな感じで。こんな感じですね。なかなかいいですね。上糸の調子が弱いと、裏に出るとかじゃなくて、こうやって表に出る場合もありますね。上糸の調子が弱いと、本当であれば、下糸が、どうなんだ、突っ張っちゃうか。突っ張ってここにポツポツポツって出るんですが、こういう風に出ちゃう場合もあります。下糸がちょっと弱いんかなーって、まあ一見思うんですが、これは実は上糸が弱いってことですね。一概には言えないんですが、下糸を弱くしても、この状態は治りませんね。まあこういうとこもありますね。あと、こうなる原因っていうのが、送りがちゃんと遅れていないとこうなることがよくあります。もしかしたらここもそうじゃないかな。ここはまあ弱いのもあるけど、送りが確実に遅れてないと糸を締めるテンションがかからないんで、こうなっちゃう場合がありますね。まあ、とりあえず今回はこの辺で、次はもっとじっくり、このミシンをご紹介したいと思います。それでは。